赤い花。明治十七八年といえば、自由民権運動の盛んな時で、新市長に刺激せられた全国の青年は、亡霊な政府の圧迫にも屈せず、民権の慎重に奔走していた。その時分のことであった。東京小石川の傍聴に、火災といって、 元幕臣であった富裕な家があって当主の吉郎というのはフランス帰りの少層民権家として先輩から望みを食されていた薄曇りの下風のない日であった吉郎は自分の家に沿うた坂道を登っていたその付近の辞書は皆西家の所有で 一面の雑木林であったが数年前にその一部分を市へ寄付して坂道を改作したものであった吉郎はゆっくりとした足取りでその坂道を登りながらその日午後4時からイブムラーローに催される演説会の演説の復興をこしらえていたそれは吉郎がいつもの癖で 熱烈火のごとき民権論は、こうしてなるのであった。坂の右側には、火災家の新しくこしらえた土塀があり、左側には、雑器を切り開いた空き地があって、それには、竹垣がゆってあった。空き地の中には、四五本の梅の木があって、それには、白い花をつけていた。 地べたの枯れ草の中からは春が燃えていた。バスの坂道は静かで寂しかった。吉郎はその時、見るの著書の中にある文句を頭に浮かべていたが、何かの表紙にふいと見ると、即発に赤い花を挿した霊場風の女が、 自分の先を歩いていた若い吉郎の目はその花に引きつけられた冬ラのような赤い生き生きとした花はネズミ色にぼかされたあたりの物性の中に妙に際立って見えた女もゆっくりと歩いていた 吉郎の足は知らず知らず速くなった。女は坂を登り詰めて平坦な道の向こうにその後ろ姿を消しかけた。義郎はその姿を見失うまいと思って走るように上がっていった。と、その足音が聞こえたのか、女はちょっと、 振り返った。それは、白い綺麗な顔であった。よしは、はしたない己の行為に気がついて、立ち止まるように足を遅くした。よしはまた、女の美貌に目を引かれた。どこの令状だろう。 ああして一人歩いているところを見ると、どこか、この辺に屋敷があるだろう。それとすれば、どこの娘だろうか。と、彼はその辺りに立派な屋敷を持った豪華を考えてみたが、彼の知っている限りでは、そういうような家はなかった。女の姿は、 坂の上に隠れていった。彼はまた急いで坂を登り切った。女の姿はもう見えなかった。坂の上の古い通りは二筋になっていて、向こう側には杉の生き垣で取り回した寺の墓地があった。彼は右の方を見たり、左の方を見たりした。 寂しい通りには歩いている人もなかった通りの右になった方はまっすぐになって見渡されたが左になった方はすぐ折れ曲がっていた寺の本門は左の方にあった彼は左の方へ曲がっていって角口に大きな石地像のある 寺の本門の前まで行ったが、とうとう女の姿は見つからなかった。彼はがっかりして引き返してきたが、その側髪に刺した赤い花と、きれいな顔は、目の前にちらちらとして、もう思想をまとめようとする気分がなくなっていた。よしはその時、 二十五歳であった。二親ともとうに亡くなって、他に兄弟というものもないので、親類の老人たちは彼に結婚させようとしてうるさく進めたが、彼はそれに耳を傾けないし、また、彼に財産の多いのと、名分があるのとで、直接に近づいてくる女もあったが、彼はそれにも目をやらずに、 民権運動に熱中しているところであった。吉郎のその日の演説は、花肌物足りない、力のないものであった。彼の演説を期待していた同志の者は、大いに失望するとともに、中には、彼があまりに運動に熱中した結果、健康を損ねたのではないかと、心配するものもあった。 赤い花を刺した女の姿は、吉郎の目先をは離れなかった。翌日、彼はまたその女に会えはしないかと思って、家のそばの坂を上がったり、降りたりして、その辺をさまよい歩いたが、女には、会わなかった。その翌日は、冷たい雨が降っていた。彼はまた、 その雨を犯して坂を上下したが、その日もとうとう見えなかった。10日ばかりも彼はこうして女を訪ねたが、どうしても会えなかった。で、やっと諦めてしまったが、それでも赤い花は目の前にあった。 1>, 1ヶ月ばかりして彼はまた演説の不安をこしらえる必要が起こったのでいつものように散歩しながら思想をまとめるつもりで外へ出たその時はもう春も深くなって土塀の上に見える邸内の桜は咲きかけていた吉郎は坂道を登りながら二十三年にハッになることになっている 憲法のことを考えていた。そして、知らず知らず坂を登って行って、見るともなしに、向こうの方を見た。と、側圧に、赤い花を刺した、女の後ろ姿が見えた。それは、彼が探している女であった。彼は、 久しく会わなかった恋人に会ったような気になって、スタスタと走っていった。と、女は後ろを振り返って、白い、綺麗な顔を見せた。彼はまた、はしたない己の姿に気がついたので、ちょっと、立ち止まった。女は坂を登って、向こうの方へ行った。 よ郎はまた、急ぎ足になって坂を登りきった。と、もう女の姿は、見えなかった。彼は不審しながら、上の道を右の方へ行ってみたが、そこにも、女の姿はなかった。で、彼はまた、左の方へも行ってみたが、 とうとう見つけることができなかった。それでも諦められないので、彼は終日その辺を歩いて、その日は、とうとう演説にも行かなかった。赤い花は、また鮮やかな色をして、吉郎の目の前にあった。彼はもう、何事も手につかないようになって、日々、 その辺をさまよい歩くようになったが、その時分からひどく健康が衰えてきたので、親類のものや火災に使われているものなどが心配して、無理に進めて彼を熱海へ転地させた。吉郎の行った家は、相模屋という、熱海では、 一流の温泉宿であった。彼はそこに滞在しながら心静かに養生することにしたが、赤い花の女のことが浮かんでくると、妙に神経的になって夜も眠られなかった。夏が過ぎて秋口になってくると、 やや彼の健康も回復してきた。彼は東京から見舞いに来る同志と政治上の意見を戦わしたり、ちょっとした論文を書いて新聞に送るようになった。明るい月が出て、部屋の中にこもっているのも惜しいような晩が来た。彼はふらりと宿を出て、 海岸へ行ってみた。月の光にぼかされた海は静かで、磯には、あるかないかの波が、さあ、さあ、さあ、という音をさしていた。彼は砂の上に引き上げられた漁船の間をくぐって、 ウオミガの方角の方へ歩いて行ったが、いつの間にか空いてきたので引っ返していると、二人の女連れが岩の上に腰をかけて話しているのが見えた。そして、そのそばを通りながら見ると、一人は霊場で、一人はお供の女中らしかった。二人は、 彼の足音を聞きつけて言い合わせたように顔を向けたがその霊場の顔は吉郎の目先に残っている顔にそっくりであった彼は驚いてその顔を見返したが即発には赤い花は見えなかった吉郎は 二三歩行き過ぎてから立ち止まった。もしや、かの女ではあるまいか。もう一度、見直してやろう。と思って後戻りを仕掛けると、女連れはもう立ち上がっていた。月の光に浮き出たような二つの女の顔がこちらへ向いた。 礼状の顔は、初めに見たような顔ではなかったが、それでもどこかに、ちょっと似たところがあった。女連れは何かささやきながら、丘の方へ上がっていった。吉郎はすぐ行ってしまわれるのが、なんとなく惜しいように思われたので、行くともなしに、後からついていったが、 沈着な平静の態度は失わなかった。女連れは小さな漁師町の間を通って傾斜のある小道を登っていった。吉郎は女連れに怪しまれないようにと思ってよほど距離を置いて歩いた。女連れは時々笑い声を立てたが、後ろは向かなかった。 女連れはやがて別荘風の二階屋の見える家の中へ入っていった。吉郎は静かにその角口に行って月の光にさらされた表札に注意した。表札には杉浦という二字が書いてあった。いずれ東京から来ている人だろうが、 どううした人だろうそのうちに誰かに聞いてみようと思って彼は相模屋の方へ帰っていった赤い花の女の影のようにその女のことが軽く頭にあったその翌日になって吉郎の門下同様にしている 新聞記者の一人が彼に論文の依頼方々遊びに来た。吉郎はそれに酒などを出して相手になっていたがふと杉浦のことを思い出して聞いてみた。君は物知りだがこのすぐ先に杉浦という別荘があるがあれは どうした家か知らないかね。ああ、杉浦。杉浦なら知ってますよ。ありゃ、有名な御用商人じゃありませんか。きっとそれでしょう。そうかもわからないね。昨夜、海岸へ散歩に行ってて、そこの娘らしい女を見たよ。じゃあ、確かにその杉浦だ。良い女でしょう。沖に行ったら、 おもらいになったらいかがです。しかし、ただちょっと見かけただけだよ。それでも、お目に止まったらいいじゃありませんか。そりゃあ、交際をしてみて、先方の気質がいいとなりゃ、もらわないにも限らないが、君は知ってるかねよく知ってます。二人で、 遊びに行ってみようじゃありませんか。主人はこっちにいるだろうか。いく君の体が弱いから、この一、二年、娘をつけてこっちに置いてありますから、しょっちゅうこっちへ来ております。新聞記者は、吉郎の言葉の意味がわかったので、その夜、一人で杉浦の別荘へ行って、主人にそれとなく、 よしのことを話した。主人は非常に喜んで、翌日自身で相模屋へ来て、よしに遊びに来るようにと言って帰ったので、よしはその翌日、杉浦の別荘へ行った。杉浦の方では、主人と海岸で見た娘が出て、よしの相手になった。 吉郎と主人は碁を打ったその日から義郎は杉浦家と接近し始めたそれと共に娘とも親しくなっていった娘の名は君よと言った秋の終わりになると義郎と君よとの間に結婚話が持ち上がってその約束ができたところで 吉郎が神経痛のようになったので、その期日が延びることになった。そして、十二月になって吉郎の病気が治ると、今度は君よの母が病気になったので、二人の結婚はまた春ということになった。吉郎はその間、一二度東京へ帰って行ったが、 すぐ熱海へ来て、相模屋にいた。そして、三月になって、熱海の梅が散る時分になって、君よの母親の病気が治ったので、その間に結婚式を挙げようということになった。ところで、その当時、政府の民党圧迫がその極に達して、運動ができないようになっていたので、 結婚式も杉浦の別荘であげ、吉郎は当分そこで暮らすことになった。そして期日を定めて、その期日ももう三日の後に迫った。吉郎は朝から東京の屋敷から来ている使用人と結婚の準備に関する相談をしたが、その夜、枕についたところで、 怪しい夢を見た彼は演説の不安をこしらえるために屋敷のそばの坂道を上がっていたのであったそして前の方を見ると赤い花をさした自分が去年から探している女が歩いていたで今日こそどうしても見失わないぞと思って 走って行ってみると、その日は、女は男の来るのを待っているように、振り返って立っていた。義郎が近寄ると、女は、に、と笑って。あなたは、私と、結婚なさるはずじゃありませんか。 側圧に刺した赤い花を抜いて彼の手に握らした花は日の光を握ったようにほのかな温かみがあった翌日になると吉郎は東京へ帰ると言い出した使用人は驚いて止めたがどうしても聞かずに帰っていった そして、小石川の屋敷へ帰った吉郎は、その翌朝、散歩すると言って家を出たが、間もなく、死体となって、坂道の上り口のところに、倒れていた。それを通行人が見つけて、屋敷へ知らしたので、医師も駆けつけてきたが、 死因は、不明であった。吉郎の変死の噂が伝わってから、吉郎の父の変死したことも知れてきた。あそこの家には、何か大きなたたりがあるだろう。何のたたりだ先代もやっぱり、ああして、 ただ倒れて死んでたということだ。よっぽど因縁のある家と見えるぞ。なんだろう。付近の人々がこう言って噂をしているところへ、一人の老人が旅から来た。それは、元この辺に生まれたもので、京浜地方を流れ渡っていて、古事記のような風をして、 帰ってきたものであった。そんじゃお前さんは、あそこの葛西さんを知ってるだろうと、老人の登園にあたる男が聞いた。お旗本の笠西さんか。知ってるとも、私なんかは、あそこの構えちの野分中へ入って、 生地やうさぎをとったもんだ。そんじゃちょうどいい。聞きたいことがあるが、あそこの家は、昔から何か変なことがある家じゃないかね。ああ。そういや、火災の大旦那は、裏のやぶの中で、 わけのわからない死に方をしてたよ。王旦那といや、今の旦那のおじいさんだね。じゃあ、三代、変な死に方をしたというのだね。こりゃ、いよいよただごとじゃないよ。すると、王旦那の息子も、その孫も、 不思議な死に方をしたというかね。何かお前さんに思い当たることはないかねそう。他に思い当たることはないが、一つ、怪しいことがあるんだ。今、俺があの藪で、 キジやウサギをとったと言ったね。その自分じゃ。あるとき、林の中へ行ってみると、昨日までなかったところに、土を掘り返して、ものを埋めたようなところができて、その周りの落葉へ、 生々した血が垂れていたがね。それから二三年して、大旦那が死んだとき、人に聞くと、どうも、そのあたりらしかったよ。どうも、俺は、あの、血が、 怪しいと思ってる。当園の男は、初めて謎が解けた、というような顔をした。じゃあおじいさんは、その血のあったあたりを覚えてるかねもう、ご一心善のことじゃで、はっきり覚えないが、検討ぐらいは、つくだろうよ。 当園の者は、その老人を連れて、河西の屋敷のそばへ行くと、老人は、そこここと、方角を考えていて、坂道の上り口へ行って、この辺りだ、と言った。そこは、 吉郎の変死していたところであった。